はい。来ましたよ。来ました。初じゃないですか、僕ら、こんな。ね。リモート合奏。うん。そうだね。もう、こんな時だからできるというかね、逆にね。いろいろと、まあ、自分たちも知識をつけないとね、邦楽奏者はダメだからね。そうですね。ね。はい、生音で頑張ってる僕たちは、それだけに案じてしまうと。だって今回、コロナさん 100% デジタルじゃないですか。そうだね、確かに。あれ、ローランドですよね。そうです、そうです、です。そうです。こういうコロナですね。お、ちゃんとある。はい、それ、あれですよね。あの、柄じゃなくて真ん中、スカスカなんですよね。そう、スカスカ。もう全部手が入っちゃう感じ。なるほど、なるほど。うん、面白いね。そこに重りどんぐらい入れるんですか。重りはいらない。もし砕けるわ、そんなことしたら。いや、でもそれ軽くさそうじゃないですか。ね、これ本当素晴らしいよね、こういうのを開発していただいて。いや、だって今回のやつ、音色もめちゃめちゃいろいろありましたもんね。そう、だから、まあ、今回特に、この太鼓だからできることをちょっとやってみようかなと思って、アパートによって音色をどんどん変えていって、はい。だから逆に言うと、金物も入ってるから、シンバルとかもこれで出してるから、普通、俺のセットでも、フルセットでも出せない音を今回出すかなと思って。今回は、このオンライン合奏というか、リモート合奏のために作ってくれるんですよね、うん、曲。ね、お互いで、作ってくれる。ね、はい、そう、黒田さんからアイディアをいただいて、うん、僕がまた琴を乗っけて返したみたいな感じですね。ね、もう俺はまだサビメロのね、ぐらいしかかけてないけど、まあ全体の太鼓のリズムとか構成を作って、はい、まあ面白い感じだよね、なんか非常に。そうですね、そうですね。うん、なんか4年ぶりぐらいですか、2人でやったの。そうだね、もしかしたらね。そうですよね。すごくその邦楽奏者時代の脳みそを使ったというかね。あ、でもなんか、うん、今回ちょっと意外でした。もっとノリノリのが来ると思うんですよ、初め。あ、本当。で、なんか意外とこう綺麗な雰囲気でまとめる感じのが来たので、おー、意外な方向性だったと思って。これ逆にあれですよ、初めにそのサビの旋律もらってなかったら、僕どうにかノリノリにした気がしますよ。あー、なるほど。そう、なんかイメージでも作りながら、リズムだけだとやっぱりすごく伝わりづらいかなと。最初丸投げ、メロディに関しては丸投げしちゃった方がイメージつきやすいのかなと思ってたんだけど、はい、でもなんかサビだけでもちょっと作った方が、まあ方向性がわかるのかなと思って、軽く作ってみたんだ。いや、なかったら危なかったですよ。ああ、ほんと。はい。今回二人重ねたんですね。そうです。二人分で重ねました。うん、なんか、もともとなんかソロで結構激しめにやろうかなと思ってたけど、うん、こう来ると、いやいや、伴奏がないと、ちょっと世界観が狭すぎて。うんうんうん。なんかどうしても俺一人でやろうとした。まあ初めてね、こういうことやってるからさ。はい、一人で完結しようと思っちゃったけど、よく考えたら二人いればよかったのかなと思って、なんか途中でこうやって切り替えるのが大変で。そうです、ボタンちゃんと押してるんですよね。そう、フットペダルがないから、そこのね、緊張感をちょっと、二回目に見る人は、そこを見ていただいて、はい、あ、緊張してるなっていう。そうですね、ちょっとあれ面白かった。変えてすぐドーンみたいな感じ。めっちゃね、顔がね、緊張してるんで。うん。なんか、何気に大変そうだぞと思って。だってあれ、押し間違えたら音変わっちゃうんですもんね。そう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 。うん、あと、打ち間違えると変な音になっちゃうしさ。そうですよね、そうですよね。そう。チャンネルが違うととかね、あるし。はい、まあ、そこら辺も含めてちょっと見てもらえる。一回じゃあこれ、ちょっと見ながら行きましょうかね。はいはい。はい、こちらですね。はい。じゃあちょっと流しながら見ていきましょうか。うん、そうですね。解説するとこあるのかな、でも。これだってほら、タイトルがちょっと特殊じゃないですか。そうだね。生きかけた夢の後書き。そうそうそう。はい、これ自身はその、要は死にかけるってよく言うじゃん。ね、で、死にかけるというのは生きてる人が死にそうになるから死にかけるってやって、まあその逆と考えて、生きかけるになった場合は、もう普段死んだように、まあ、希望がなかったりとか、とても、そんな人生を、諦めた人生を送ってるような人が、すごい素晴らしい経験があったら、それが生きかけると。なるほど。また新しく再スタートするってことですね。そう、まるで生きてるような、ね、夢の経験があったと。で、それがもう実は終わってしまっていて、その後書き、それを回想をしてというかね、余韻というかね。だからまあ、絶望とかそういう中からの、
なんか絶望とか言ってると、前のバンドはちょっと。そうです、懐かしいですね。イメージね。ライブハウス巡りが懐かしいですね。そうね。今ちょっと、ルイード警報あたりが出てきたんだけど、そうです。もう曲入っちゃったね。はい。そうですね。でも僕、この初めのところはなんか、だからちょっと幻想的な感じ。にしようかと思って。太鼓の音色は、これは桶太鼓かな。はい。で、このローランドの太鼓は、太鼓の音色もエフェクターかけられたら自由にできるので、うんうんうん、そのリバーブかけたりとか、まあ、そういうのはいろいろやってますね。はい、うんうんうん、いや、だってこれ、いいっすよね。これ今スイッチ押しましたね。うん、そう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 。これは、見えてる面の方のところに、ディレイがかかってるのかな、あんまり打ってないけど。あで、鈴の方にもディレイ、ね、ディレイがかかってる感じ。今ね。なるほど。今のところ、ここちょっと超絶的に。ここね、そう、ここすげえ大変だったもん。ドキ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 して。ああ、よかった、終わったって感じ。いやー、だって押してすぐでしたもんね。そうそうそう。練習ね、しなきゃ。はい、練習あんまできなかったな。でも、これもうほぼアンプして叩いてますよね。そう、ずっと作ってたら、譜面台を打てたんだけど、うんうん、覚えちゃって、まあいいやと思って。いや、いいや。ヒヨシ、これどっちから撮ったの？上画面、下画面って。上の旋律が上にしてあるんですけど、うん、基本的に上から撮って、後で伴奏を乗せましたね。これ太鼓ソロですね。基本あれだよね、なんかお互いの方向いたりしてるけどさ、実際一人でやってるからさ、はい、非常にこっぱずかしい部分もあるよね。いやだって、クロナさんのあれですよ、ビデオ何回か見て、なるほどなるほどと思いながら、ざっくりイメージをして。あ、こっち見てんなとかね。はい、俺なんか打ちながら、打ちながらベロ出す癖があるんだよね、俺最近知ったんだけど。あ、じゃあ今の無意識なんですか？無意識無意識。あそこで本当はなんかキラーンみたいなエフェクト入れようと思ったんですけど、やめてやめて、恥ずかしい。ちょっとやめとこうかな。前回あげた動画でもすげえベロ出してて、あの癖なんだなと思ってね。なるほど。ちょっと恥ずかしいな。まあ、気づかない癖ってありますよね。僕、うん、やっぱ上向くの癖ですよ。あ、そうだね。お互い口開くのも癖だし、ね。ああ、そうですね、そうですね。これは今ことソロですね。はい。フリーソロ。ここは丸投げできてどうしたものかなと思いながら作りましたよ。そうだよね、困るよね。ここが落ちサビですね。ここもちゃんと2人ってか、まあ、琴の演奏が2人しかいないけど落ちた感じにしなきゃと思って。そうだよね、難しいよね、ごめんね。ちゃんと落としてから次がちゃんとメインサビですね。素晴らしいです。いや、これクロナさん、なんか、うん、そのスイッチを押す以外の超絶技巧はないんですか？これね、なんかあったかな、今やっててなんかやったっけなと思って。実際、はい、まあ、右のシットが担ぎよけね、右利きの人が担ぐ担ぎ方で俺左利きなのにやってるから、はい、だから、普段右利きの人ができない方の左手でダブルで打ったりとかするとフレーズの広がりがいろいろあったりするなってちょっと感じる。それはすごく太鼓打ち向けの、そう、マニアックな話、マニアックなところですね。ここもね、フリーだからそう、あ、合わせづらいよね。よくざっくりだけどあったなと思ってね。いや、付き合い長いだけあるなと思いましたよ。あ、すごい、素晴らしい。あとで何していいか困るよね、ちょっと、ね、そうですね。これがちょうどでもいい感じにビデオが消えてったので、それぞれそのまま残しちゃいました。うん、うん、まあいいと思う。いいんじゃないでしょうか。こんな感じですね。ねえ、いいんじゃないですかね。はいはい。これもう皆さん多分この動画を見てくれてる人は黒野さんのページで本編も見てくれてると思うんですけど、うん、うん、そうですね。はい、なんかね、いろいろ感想とか聞かせてもらえたら嬉しいですね。そうですね。あ、僕すっごいどうでもいいこと言っていいですか？うん、黒田さん、演奏の時と分けてる方向違うんすね。
あ、そうそうそう、あのね、そうだ、髪型もね、どうでもいいんだよ、本当に。すごいどうでもいいんだけど、今回、今気づいちゃったんですよ、撮る時に、はい、撮る時にバタバタしてて、はい、で、ああ、どうしようかなと思って、わーってワックスとかつけて、なんかね、はい、こんな感じだったの。はい、今日、いや、無造作でいいやと思って。はい、でこういう感じだと、ほら、最近っぽいじゃん。はい、なんか、はい、そうそう。でも、これをヘッドホンつけると、はい、ぐちゃっとしたただの、まあまあまあ、わかります。そうそうそう、ヘッドホンってね、潰れちゃうんですよね。そうそうそう、全部潰れちゃって、うんうん、前髪ちょっと気持ち悪いなと思って、で無理やりこういうふうにやって で演奏してるみたいな感じ。いや、そうそうなんか今さっきその流れてる映像と見比べたら、あれ分け目が違うと思って、これは本番用の対抗打つ時のテンションの分け目と、うん、あ、でもね、実際もそうなんだよね。あ、そうなんだ。普段はこっち分けで、はい、演奏の時はこっち分け。そうそうそう。あ、ちゃんと決めてるんですね。分けてる、これは。へぇ。ずーっと同じ方向で分けるとさ、薄くなったら嫌だなと思ってさ。まあ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 、でもね、怖いよね、その分け目でね、やっぱ来るって言ってる人いますからね。あのね、ここら辺に、ね、つむじがあるから、うわ、すげえどうでもいい話してくる、大丈夫これ。大丈夫ですよ。ここは 100% 採用なんで。そう。ここにつむじがあるらしくて、はい、こっちだと、まあ、普段は分けやすい。分けやすい。どうでもいいな。あ、どうでもいい。はい、いやいや、分け目大事ですよ。はいはい。九州もね、長くなったもんね、髪ね。そうですね、僕、うん、本当はこっちの分け目ってダメなんですよ。ああ、そうなんだ。ダメっていうか、あの、琴弾くときってこっち向くんですよ。はい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 。だから、こっちにすると、ほら、なんかすごく影ばっかになっちゃうから、本当はこっちで分けなきゃダメなんですけど、うん、なんかこっちで分けた方が、うん、まあ一緒ですよね、多分、やりやすいというか。なんかあるよね。うん、あとスイッチ的なものも含めて、ね、なんかね。多分、琴って、うん、あの通常舞台の下手に行くんですよ、まあ、お客席から見て左側ですね、はいはいはい、だから右目は見えなくてもいいんですけど、うん、左でみんなを見たいんですよ本当は多分。あー、なるほどね。だからもしかしたらこっちが空いてる方が心が落ち着くのかもしれないです。なるほど。そう、琴弾いてるから多分こっち側に俺いる設定の方がいいのかなっていうのを考慮して今回動画作ったんだけど、うんうん、でもそうやりやすかったやりやすかったです。ね、で普段の和楽器バンドの方向だとちょっといつも見づらそうだから。うん、あ、そう、実は見づらいんですよあっち側。ね、あっち側ね。うん、そう、それをね、いろいろ見つつこっちの方がいいかな。でも黒田さんも和楽器バンド下手にいるから左分けなんじゃないですか。あ、そうかね。なんかね、俺多分こういう風にすることが多いんだと思う。なんかこう、あ、こうね、左にしたりとか。そうそうそう。はあはあ、で、こっち分けにしてると、俺前ほとんど髪なかったから、はい、影になります、見えないですっつって写真何回も撮り直したりとか、なことがあったからこっちにしたのかな。なんかそんなのもふと思い出した。すげえ、動画の話してんのに。副音声なのに髪型の話ばっかりしてるけど、いやいや大丈夫。いいじゃないですか。まあね、こんな話することはないからね、はい、普段はね。なるほどね。僕、あの、はい、さりげない自分の超絶技巧の紹介するの忘れちゃってましたよ。あ、また巻き戻してたらそこ出してもいいんじゃないの。じゃあちょっとそこだけ出してもいいですか。ね、全然いい。これね、すごい初めの方に、すごいしれっとやってる超絶技巧があって、うん、ですね、ちょっとこの辺から見てっていいですか。はいはい、ごめんなさいね、こんな僕の自慢のための巻き戻し。それはね、とても必要ですよ。はい、ここで下の画面に注目です。これ実は和声で、あの、取り戻してるんですよ。今のほんと数秒間だけなんですけど、まあ今まだ続けてるけど、これ画面がもうちっちゃくなっちゃったんで、ね、うん、ちょっとこれまだせっかくだからもう一回流しながら、うん、あの、和声で取り戻するって結構実はレアで、あ、もう黒田さんからどうでもいい空気が出てるぞ。あれがさりげない実は超絶技巧なんです。なるほどね。実は和楽器バンドですごい対応してるんですけど、うん、だからあんまりやりすぎて、他の人はしないんだそれ。あの、一つの音だけは全然やるんですけど、それを二つ同時に同じバランスで鳴らすっていうのは結構難しいんですよ。でもやりすぎると尺八の居場所がなくなっちゃうから、尺八が他でもっとペロペロ動けるような時にあれを結構ここぞとばかりに出してるんです、和楽器バンド。
今のその清が超絶技巧って言ったところ、はい、もう俺の方もまあ、超絶じゃないんだけど、はい、ディレイが新芽太鼓にかかってるから、うんうんうん、それを合わせつつフレーズを打ったりとかしてるんだけど、なるほど、ちょっとそこまでもう一回言ってみますか。ああ、大丈夫です、全然そこは。うん、やっぱペロ出しますね。そう、今打ってるやつも多分右手でダブル打ってるから、左手か。だから、右利きの人は打ちづらいかもね、こういうフレーズも、ね。逆にあれですよね、和楽器バンドの太鼓隊がいるような時っていうのは、うん、クロナさんが右利きに合わせるのが大変って言ってた、ね。そうなのよ、もうほんと大変。わさびたちとね、ドラムラインでやった時全部右だから。そうですよね。で、超絶だったからあれね。そうちょっとノイローゼになりそうだったね、あれは。そして伝わらない、和楽器奏者あるあるだけど、伝わらない超絶技巧。そうですね、そうそうそう、周りから見たら別に全然同じことやってるだけだから。そう、さっきの清のもでも超絶なんだよね、あれやってることで。いや、あれ結構なかなかなんですよ。ほんとそうよ、あれは。いや、右利き左利きって大変ですよね。いやいや、しかもね、なんか複数でやる楽器だからね、うんうん、和太鼓ってユニゾンでね、みんなで揃い打ちをして、うん、なんか見せる楽器だから大変だよね。左利きは本当ソロになってよかったなって感じが。いやいやいや、やっと解放された感じがある。琴も絶対右手でしか弾かないから、左利きの人は超大変だと思いますよ。あ、左利き用の琴ってあるの？ないです。あ、ないんだ。はい。はあ、大変。そう、だからもう本当不利なところから勝負が始まりますよね。だから俺、この担ぎよけがその右担ぎで打ってるから本当にいろいろしんどくて、はい、ただそれも練習できる場所も少ないからね。今回このローランドさんのこの太鼓ワンができてから、うん、なんか初めてちゃんとその担ぎよけをしっかりと練習できてる感じがして。いやいや、いいじゃないですか。うん、すごいいい機会ですよね。うん、本当にね、今回は、うん。あ、そうそう、あとこの最後のシーンあるじゃん。でさ、はい、シャーンってやってるんでしょ、うんうんうん。最後のこれを失敗したんだよね、俺、この前の。悔しい。これ2テイク、もうね、1テイクで決めたいの、俺、毎回ね、はい。前の動画もそうしてたんだけど、はい、もうちょっとくらい間違えてても、それは自分の実力だと思って、1テイクで決めようって思ってやってるの、はい、毎回、レコーディングの時もそうだけど、はい。これさ、結構うまくいってさ、そのラストで、ズドーンっていうのを、はい、違うとこやっちゃって、はい、ポケーンとかなってってなって、それは許せなかったんですね。許せなかったね。なんかその音だけを変えるとかも嫌だったから、まあ、まあまあまあ、いや、まあもう一回やろうかなって思って。ね、動画撮影でもそういうのもあるからね。まあまあありますね。ね、もちろんワンミスはダメだからね、絶対に、うん、ね。いや、プロ意識ですね。なんか久しぶりにこういうのができて面白かったなと思って。いや、面白いですよ、うん、これ普段のスケジュールだったら、まあ、後回しにして後回しにしてやらなきゃパターン。いやー、そうだね。いいね、絶対できないね、こんなの、ね、うん、日々追われてるからね。そうですね。そう、今週もこれやって、あと何曲覚えてこうこうこうとかさ、うん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 、それをずっとやってるからね。だから本当に今だからできた感じがするよね、うん。いや、またこれをね、機会にぜひまたなんかやっていきましょうよ、うん、まあ、ちょっとタイミングは次いつできるかわかんないですけど、ね、うん、でもなんか、こういう形でできるってことが分かったから、はい、ね、今回だけじゃなくてなんかいろいろできたらいいかなと思って、うん、そして今回のこの僕、うん、YouTube のチャンネルのコラボみたいなのもちょっと面白いと思ってるんですよね。本編と副音声みたいな感じで ね、そうね、うんうん、前回あのハッシーとやった時はもう同じのをね、ドーンと同時に出した感じだったから、うん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 、俺も初めて YouTube のチャンネル作ったし、和太鼓奏者はまあ無理だったからね、家でやってとかさ、そんなのできるわけない。もうすぐ、まあまあ、家で和太鼓なんてもう 100% 無理ですもん、ね、もうすぐパドが来ちゃうからそんなね、本当にそういう時代になって、まあその時代これからね、次世代の奏者たちもこういうのを見て、あ、こういうことができるんだっていうことで、うんうん、ね、表現をしてくれればいいと思うし、ね、こともそうだよね。俺たちの音楽奏者も、うんうん、あれとこれがなきゃできませんよって言っちゃうと非常にすごく狭まっちゃう感じするから、うんうん、自由に考えて知恵を絞ればいく、ね、表現はいくらでもできるから、まあそうですね、ぜひぜひなんかこれを見てるんです、次の世代の子たちも、ね、やってもらいたいなって感じますね、はい、じゃあ、うん、今回はこんな感じですかね。はい、ありがとうございました。楽しかった、ね、楽しかったですよ、うん。
ね、じゃあまたいろいろとやりていきましょう。はい、黒田さん、今回のこの行きかけた夢の後書き、はい、一言で表すとどんな感じですかね。一言で表すと癒しですかね。癒し、はい、うん、じゃあ癒しが欲しい方はですね、はい、この後ぜひまた黒田さんのチャンネルに戻って、本編も見ていただければと思います。はい、交互に見てください。はい、はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。